ゲーバークラブの皆さん、こんにちは。広瀬雅弘です、うん。今日はね、エスティマロックを教えようと思うんだけど、エスティマロックって知ってる？わかんないです。でね、エスティマロックっていうのはね、足関節の一種なんだけれども、ブラウレ・エスティマっていう、まあ、その昔の柔道世界チャンピオン、その ADCC とかでもチャンピオン、そのチャンピオンが作った、足関節技で、はい、で、その、ちょっと特殊な取り方をするので、で、アンクルを決めるんだけど、それをちょっとね、見せようかなと思う。このエスティマロックっていうのは、使い方はね、まあ、どこに使うかっていうところ、よく使われるのは、ここのね、このリバースレヒーバーとか使ってるときによく使われるんです。なんでかね、蹴り足が残るから。で、蹴り足が残ったら、この蹴り足をこう上からこう包む。腹でこの蹴り足をこうやって包むようにします。そしたらこうやって外からあの足首にこう腕を巻いて、上からチョークするみたいにこうやって。で、これができたら、これをこのままお腹を押し付けて、腹丸めて上に引き上げると、こうやって足首が決まります。ここがものすごい決まるね。で、これで決めようとすると、相手はね、この逃げてくれない、逃げれないようにこう座り込んじゃって、で、この上に足首かけます。で、これでこのままこうグッと決めていくと、こう一発でこう決める。で、腹でこう包むのがすごく重要で、これがね、こうロックだけ取ろうと思って脇に足が抜けちゃったりするとなかなか決まらなくて、こう。で、これを上、天井向こうと思って、このまま抜いちゃうと、このままズバッと抜けちゃうから。大事なのは、ここの自分の溝落ちをこう蹴らして、で、包んで、で、引き上げるっていうのがすごく大事で、まあ、他にも使い方があるとするならば、こうやってこうレッグウェイパスっていうこういうね、足を横に流すパスガードをやらして、相手に足こうついてこさせる。そしたらこう蹴って元に戻すから、そしたらここです取って、上にかけるっていうのがエスティマロックの使い方。でも普通のアキレス腱固めではないからあれなんだけど、結構ね、こう相手が蹴らしたら包むっていう、こうあの頭をね、このふくらはぎの上にこうかぶせるようにして決めるのが一つね、これがエスティマロック。わかった。はい、バイト終わり、バイト終わり、バイト、バイト。何よ、待って、何してんの？バイト終わりっす。お前バイト何してんの？牧場で牛やってます。時給いくら？23。牧場で牛を時給23円でやってる。はい。いや、なんか鼻ピアスつけてたの、引っ張られて。あ、スカウト。はい、ローン、ポーザーに。僕しかいないんですよね。はい。あ、そう。ここだけ黒にして、他は青。うん、今ちょっと打ち込みやったわ。何ですか？え、ちょっとほらやらせて、やらせてあげて。リバーセルエヴァってあげて。これ時給いくらですか？時給ないよ。え、うれ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 エスティマロックか？見えるんだよ、ね、このようにしてやっぱり足が、ね、こう上から蓋をしてないとエスティマロックっていうのは逃げられることが多い。なんでこれを下から仕掛ける方法もある。え、だからこれ逃げるって。だからこれをディーゾが時給くんないんだったら、こう入っていって、で、ここから一度ウェイターが時給くんないんだ。で、ウェイターガードに作ったら、この膝をこうやって下から入れて、この膝をこう外に、で、ここで X を作ります。で、これができたら、この足をここに腹の前に持ってきて、ここから、ああ決めます。どう、逃げていい？はい、どうぞ。よし。いいよ。逃げていい？はい。え、逃げない？はい。タップしていい？決まるでしょ。うん。はい、これはね、ディープハーフガードからのエスティマロック。別名ね、タマロックっていう名前なんですよ。これはね、ジョン・タマロック。初めて聞いた。いい名前ですね、タマロック。ジョニー・タマっていう選手が作ったんだよ、タマロック。ここを入っていって、ディープハーフ入ったら一応ウェイターガードにします。そしたら下からこれ膝を入れて、で、こっちの残った膝をこう抜くと X になるらしく、これができたら、ここで足折り込んで、このまま。さっきのダメージが。これ逃げれない。
回転できないじゃん、こう足一本できるけどね。ああ、できるで、これでしっかり挟んでしまうことが結構コツですね。これめちゃくちゃ前に入るんで、おすすめです。玉ロック、うん、玉好きっすよね。怖いな、来てる。腰置きとかするときにね、こうすごい。あ、重要なのはここのね、ロック、これ、これ、しっかり作る。よし、分かった。玉ロック。牛の場合よりも絶対いいだろ。いやいや、牛の方がいいっすよ、牧草食い放題。で、このようにしてね、エスティマロック、いろんな使い方があります。で、下からも上からもいけるんで、ぜひこれを、あ、その代わりにこれ、一個気をつけてほしいのが、アンクルロックになるから、あら、だから、白帯から紫帯は使えない。あら、うん、ダメじゃないですか、トーホールドと一緒だから。だからそこは気をつけて、茶帯から使う、ま、大丈夫なルールで、道場の先生と相談して使ってください。玉ロッカー、小太郎、うん、玉、ではまた。玉。